皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の17日、これね、確か7月下旬か8月上旬ぐらいに、確か7月下旬だったと思います。店員さんに言ったんですけどね、神戸市北区の有野中町というところにですね、松屋という、牛丼屋さんができました。松の屋というお店の名称とか、複数あったらしいんですけども、東京都に本社がある会社です。で、そちらで、客席のところにドレッシングを置きっぱなしにしてるんですよ。腐ります。で、それ注意したんですよ。オープンしたての頃、15日間ぐらい、セットメニューが、少し安めで、値引きの販売をしていまして、で、何回も食べに行ったんですよ。で、食べに行くたびに、湿疹が出てきてたんです。で、これね、多分店舗側は分かっていてしてると思うんですよ。っていうのは、普通のその容器に入ったね、ドレッシングと、密封された、お刺身とかに使う醤油とかスーパーマーケットに置いてるじゃないですか。ビニール袋、ちっちゃいこれぐらいのビニール袋、これぐらいですかね、ビニール袋をこう破って、かけるドレッシングと2種類、同じもの、中身は同じですよ。中身は同じなのに2種類置いていた。で、根本的に考え方間違えてるんですよ。冷蔵庫に入れとかなきゃダメなんです。で、上のところ、蓋がしっかり閉まっておくことが条件です。で、それ店員さんに言ったんですけどね、ずっとそのままほったらかしなんですよ。松屋の、その東京都の本社の役員さんは、もともと飲食業界の人でした。例えば元商社のところで働いていた人が、急に松屋など飲食店の役員、無理ですよ。現場で働いてきて、あれしちゃダメ、これしちゃダメ、これをしっかり覚えた人間だけが役員になっていいんです。もう株の話とかし始めるんでしょう。それが法の悪用って言うんです。権利的なことばっかり主張して自分たちの責任について逃げっぱなし。ダメ。もうこれ、日本中の飲食店の人たちが覚えておいてください。本当にそういう店舗が出現するんです。していいことと悪いことの区別つかないもの。いいですか？営業停止です。業務改善全然できてないんですから。もう半月ぐらい経ってますよ。だから、なぜ役員の人間は現場に入って働いてないんですかっていう話になるんですよ。週に3日は現場で走り回らなきゃならないですよ。で、自社にどこに問題があるのかっていうことをしっかりとわからないと。で、仕事についてどれぐらいのペースで動かなきゃ仕事として成立しないのかっていうこと、給与の算定費用とかもともと世の中にありますから。だからそういうふうなところで物事をしっかりと考えれる人間が役員になっているのかどうかっていうことですよ。何でもかんでも、地方へ進出すれば良いということじゃないですよ。ちょっと厳しい言い方してますけども、もう私も46歳ですので、今年で。誰かがね、今まで実績のある人間が注意しなかったら、もうこれも関西ナンバーワンの売り上げを誇る大阪ヒルトンホテルの3階の王朝というレストランで働いたりして、2000年の1月2日に1日の売り上げは、それまでの当時、過去最高記録を出しました。468万円です。私は一番下っ端の人材派遣会社の人間ですけども、もともと私の人脈等でも、来られていた方たちも、私が勤務していた間ではいらっしゃったので、その辺のところをご理解していただきたいなと思います。あと、ホテル業から離れてから、
まあ、いつものルートで送った SD カードとか、そういったところから世界中の、まあ、政府上層部や、まあ、経団連みたいなものや、経済同好会、まあテレビ局経由から話を通しているので、まあ、実際どれだけ情報が伝わってるのか、うんぬんとかもあるんですけども、もちろん国連経済理事会とかありますよ。まあ、そのヒルトンの株がね、一時期、ある程度上がったりだとか、まあそういうふうなところで、まあまあ各、その企業としての、その価値を表すものが株価であって、そこのその仕事の性質、仕事に対する取り組み方、こういったところが問われるものであって、役員さんがね、自分が我が稼ぎたいがためにミスなんか開いたらダメなんです。役員なんかなったらダメなんです。わかりますか？飲食店するんだったら絶対お客様に腐ったものなんか提供しちゃダメ。それ違法行為です。これ半月も放置してたらかなりの違法行為ですよ。ずーっと提供しっぱなしなんですか？注意されて。IT か IT かって言って、ああいう風にね、タブレット端末みたいなのを押して、注文するお客様にとって、あれ画面がまた、形式途中で変わったりしてましたよ、一時期。だからそれ、AI に任せたのか、自分たちで勝手に身勝手に画面変えたのか、そんなことしたら、いちいち消費者の方が腹立たしいですよ。鬱陶しいですから。押してるのになかなか反応しなかったりとか。あんなややこしいものに投資するぐらいだったら、そのシステムの維持管理とかだってあるんだから、普通に現金で、お金の、ね、支払いをお客様にしてもらったらいいんですから。銀行なんかすぐそこ。歩いて5分以内のところなんですから。三井住友銀行が。まあ、その周りにもいっぱいいろんな他社の銀行あります。3つか4つぐらい。ちょっと政府のどこの機関に言えばいいのか私の方もわからないんで、通報先の電話番号なんですよ。これちょっとね、テレビでも頻繁に放送しなきゃならないんですよ。会社の実名出してね。証言だったら私がします。自分の体見せてね。今でもその失神の跡が残ってますから。早くしてほしい。だからドレッシングをかけてない時でもね、少し体にかゆみが出たりもしてたので、もともとあれだけの安値で売ろうと思ったら、スーパーマーケットのもう消費期限が近づいてる、賞味期限、消費期限の方ですね、もう肉が色変わりかけてるものとかを回収して使用してるんでしょ。で、多分食品の取り扱い方がずさんなんだと思います。食に対する取り組み方がね、扱い方が。プロという意識が感じられないんですよ。注意しても変わってないから。だからあんまりにもね、簡略化を求めて物事を余計ややこしくしてる。お茶に関してもボタンを押して冷えたお茶が出てくるでしょう。あんなもの、もともとペットボトルみたいなね、ウォーターピッチャーと呼ばれる、まあ、入れ物、まあ、こう取っ手があって注ぐ、それをお客様のテーブルに、まあ、隣、まあ大体一名掛けのテーブルのところあるじゃないですか。そこだったら、間に一つ置いておく。こうすれば、どちらのお客様も注げるでしょ。で、なくなってたら、まあお客様が声かけるときもありますし、店員の方からある程度お客さんが入ったな、ある程度減ってきてるなっていうところをしっかりと目で見ておくと。できますから。まあそれぐらいできなかったら、もうホテルマンとしてなんか全然働けないんですよ。だからホテルマンの方が実力上ですから、もう私が働いてきましたから、いろんなホテルで。
だ一般の飲食業界は正直、働いてる人間自体のクオリティが低い。もうこれはもう実態ですから。そういう一般的な、飲食店、街中、そういったところでも働いたことありますから、わかるんですよ。働いてる人がどれぐらいのそのプロ意識で、仕事に勤めているかっていうところが、まあまあヒルトンはちょっとハードルが一部高すぎる部分があったんですけども、そのオーダーテイクをするときに、伝票を書くときに中国語なんですよ。大阪ヒルトンのその3階の王朝というところはね。だからちょっと、まあ私もその当時、まだ、21歳から22歳にかけて勤務してた頃ですね。その後、アージアナークで、まあ、人材派遣会社所属でしたから、まあそちらの方、まあもともとね、フルーツ裏パークで働いてる時点で、もうそういう話もある程度されてたんですよ。で、結局、淡路花博の方に働きに行かなければならないような状況になってしまったんですよ。今 IT 化が進んでいて、その良い IT 化とそうじゃないっていうところの区別が誰もついてない。そのエネルギーの残存量問題っていうものを各飲食業界の人たちも頭の中に入れておかなきゃならないんですよ。ね、電気でボタンを押してお茶が出てくるっていうことは電気使ってるでしょ。電気の元は天然ガスやウラン鉱。ウラン鉱が濃縮されてウランとして、まあ濃縮濃度がだいたい間とって 3% ぐらいです。もう今後、まあウランとプルトニウムとかいろいろありましたけども、原爆でもね。原子、まあ燃料棒の、原子力発電の燃料棒に関しては、そのいろんなもののタイプの話になってくるんですけども、それは濃縮度合いとかそういう話になってきますから、いろんな原発今まで作ってきましたから、濃縮度合いに関してね。だから間取って 3% ぐらいっていうことを言ってるんですけども、そのもともとウラン鉱例えば1トンのうち、そのうちからもともと抽出されるのは 0.7% ぐらいなんですよ。でそこから濃縮させて、まあ数パーセントから 5% ぐらいの間でね。で、間取って 3% って私は今説明してるんですけども。だから資源は限りがあると。ガスが技術的に採掘可能な埋蔵量は残り50年。ないんですよ。いいですか？物流とかが滑ると、またガソリンも今年で、多分残り50年分下回ると思います。いいですか？我々は輸入させていただいている国です。その国の人たちに、国民に、ね、王様であれ、大統領であれ、他国へなぜ輸出するんですかって、やめてくださいよって。我々の方が滅びますよって。物流が止まったら全員餓死しますよって、ほとんどの人間があって。日本だったら1億人以上確実に餓死します。今更冷蔵庫のない世界とか、ね、車とかで食料運搬しなかったらどうなのかもうわかるでしょ。阪神・淡路大震災の時はどうだったか、YouTube とかで見たらわかるでしょ。スーパーマーケットから食料とかなくなるどころか、建物ごと倒壊するんですから。東日本大震災とかでも状況を見たらわかるでしょ。助けてくれる人いなかったらどうなるかぐらいわかるでしょ。それが一切の物流が止まるっていうことは、電気が使えなくなるっていうことは、冷蔵庫も使えない、当然テレビも災害情報わからない、携帯電話もバッテリーが切れたら終わり、そもそもエネルギーが輸入できなくなった時点で、もうこれも時間の問題です。基地局とかの方は持ちこたえられません。だから自家発電装置云々とかそんなこと言ったらもうどうしようもないですから。もともとのね、その燃料となるガスとかウラン鉱が入ってこないんだったら。石油に関しての重油による発電は今でも残っ、1基ぐらい残ってるかもしれないです。あとはもう大体、石炭による、火力発電所ですね。一要因として東日本大震災の件で、あんまり大したことないことまで細かくこだわりすぎた人たちがいて、ガス火力発電所を増やさなければならなかった、石炭の火力発電所も増やしました。原発を止めてね。その結果はこういうふうな事態でもありますし、それだけじゃないんですよ。それはごくわずかな部分であって、世界中の国が
発展途上国は先進諸国化していて、車をみんな乗り回しし始めてるからガソリンの消費量がすごく増えてきたんです。1970年代と比べて今世界のガソリンの消費量は1日あたり、その当時は約1日で5000万リットルぐらいですかね。違う、バレル。バレルの方ですね。1バレルは、160リットルぐらいです。だから、ちょっと計算ややこしいんですけども、80億リットルぐらいです。で、もう毎年毎年消費量が上がってきて、コロナウイルスの時に世界中で渡航制限かけたりした時は消費量は減ったんですよ。減ったんですけども、まあもう今年ぐらいで1日に消費される量が世界的に、その世界中で消費されている1日平均の消費量ですよ。だいたい160億リットル。だから1億バレル。もう突破しそうな見込みです。残念ながら。テレビでそういうことを頑張って言わない人たちばっかりだから。なぜか。自分たちが車乗ってるから。議員さんも同じ。もう昔のルールからで、商業原理で物事を動かさなきゃある程度ならないですよっていう、そのルールがあるのは、エネルギーとかを大事に使わなきゃならない。だから仕事でどうしても遠方まで通勤しなきゃならない人だけ、車を購入せざるを得ないっていう考え方でよかったんです。家のローンとか家購入したらかかるじゃないですか。家のローンを、家を選ぶのか車を選ぶか、もうこの二択しかなかったんです。本当は。だから、その松屋さんの、その経営陣の人たち、本当に日々真面目に仕事してます？で、肉も、ちょっと危険な肉が混ざってると思います。普通の牛めし定食、味噌汁と牛丼のセットなんですけども、食べた後、数時間経過してから体が痒くなっていましたね。そういう日もありました。全ての日がそうじゃないんですけども、だから肉もちょっと管理の仕方がいい加減、ずさん。まあ、真面目に本当に仕事してきた人かなっていうのが、すでに私に疑われています。実際私はもうすでに被害者ですか、原告側ですよ。裁判所で例えるのであればね。これ、こういうふうな言い方しなかったら気がつかないんでしょ。仕事中なんかに笑ってたら、仕事のこと忘れますよ。本当に。公務員の人とかでも、裁判所勤務の人とかでも見かけるんですけども、仕事中に笑い話しすぎ、本当に。しょっちゅう見かけてる。で、それ何度か注意してます。で、髪の毛染めてる人間なんか海洋基本法違反。これが裁判所で働いてる人間が髪の毛染めてるんだから。今の世の中。もうめちゃくちゃ、法律守る気ない人間溢れ返ってます。だその人たちの給与でしっかりと、国の国庫に返納させてくださいっていう裁判を、今私が原告で行っています。複数の裁判の中の一つですけどね。要件の中の。だから人を固定しなきゃダメですよ。安く売ればいいっていうことじゃない。飲食業である限り、まず絶対に腐ってないもの、安全な食べ物をお客様に提供すること。そしてその次に、まあこれはまあ同時進行なんですけども、お店の中を清潔にすること。テーブル拭いてない。今日行ったらそういう状況。そこまで手が回らないんだったら、品数を最初から絞っておきゃいいんです。あんまりあれこれあれこれ品物を増やすから人手がいるでしょ。で、経済原理があるでしょ。経済原理があるはずなんですよ。それとも、フィナンシャルグループからお金回してもらいました。それだったら回り物の生き方ですよ。生き方自体がね。それしてしまうと、
危機感っていうのを持たなくなるから、経営のその理念とかそういったものが全て崩れるんです。建前上のことをかっこいいことだけ言っておいて、テーブルしっかり拭いてない飲食店なんかまず見かけないですよ。お客様が入れ替わったら絶対テーブル拭くこと、こんなに当たり前のことができてないって。一応私の労働力言っておきますね。例えばホテルマンとして神戸市立ホテルフルーツフラワーパークのレストランカトレアで、店長を24歳ぐらいの頃してましたけども、まあ40名ぐらい朝食のお客様が、それぐらいだったら、まあ宿泊のお客様の数で朝食のお客様の数が、ね、確定しますから、朝6時に出勤してお店がオープンするのは、7時30分です。仕込みを、まあ、洋食さんと和食さんの方でしといてもらって、私が朝の6時に出勤してきて洋食も和食も両方とも作って、まあバイキング方式ですけども、まあテーブルを用意しておくと、まあビュッフェ代だとかバッフェ代とか、まあ国によって名称違いますけども、それ一人でしてたんですよ。でもちろんオープンしても一人ですよ。で9時ぐらいになったら、まあ誰か一人ぐらい出勤してきて、その片付けのその、まあもちろん僕もそのお客様入り口で、その朝食の引き換え券をいただいて、まあ人数チェックして全員来たなとなったら、まあもちろんそれ様子見ながらですけども、40名中もう30名ぐらいもう入ったら、もうなかなか現れなかったりするか、その間に、食べ終わったテーブルあったら片付けてと。あ、フルーツフラワーパークのバーベキューコーナーだったら、その売店に一人と、で表の方に私一人だったんですけども、1日で400名ほど、対応してます。まあ、仕事のそのスピードとか正確性、早く動きながら正確に動けていますかっていうことなんですよ。で、管理ができてますかっていうことなんですよ。労働力があるんだったら、高い時間給に換算してのその基本給が存在して、ボーナスがあって良いと思うんですけども、早く動けないと無理ですよ。だから経営者の役員の人が現場入った時にあんまり早く動けないんだったら、あんたたちも大した給料を得る資格ありませんよって、そのフィナンシャルグループの話をしたのはそういうことなんですよ。みんなのお金ですよって。だから社外取締役という立場の人なんかは、大きな会社でも大体、総額は500万円ぐらいです、役員報酬が。だからそういうことを本当にご理解してるのかな、どうかなと思って、テレビでね、変な桁違いの話で変な数字とか出してきますけども、本当にそんなにもらってたんだったら、それはもうこちらも考えありますから、日本中のオンブツマンの方たちに声かけして対応してもらいますよ。訴訟です。以上です。日本中の、飲食業界の方、絶対に覚えておいてください。お客様に絶対に腐ったものを提供してはならない。で、自分たちが腐ったものを提供していたっていうことは、まず、このアリの仲間の松屋さんが認めること。自供すること。自供しないんだったらもうそのまま進めますから。そっちの方が大変なことになりますよ。で、店の中を清潔にしておくこと。まあ、もうこんなことまでいちいち言わなきゃなんないのかわかりませんけども、ゴミの後始末。これも、各店舗のものがしっかりと行うこと。以上です。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。